漆黒の洋上でサバに餌を仕掛け、とわみを終えたマグロ漁船。第38聖宝丸。100本の仕掛けの引き上げを待機していた。上げ縄開始地点から獲物がかかったと思われる木をすでにマークしていた。定刻6時30分、聖宝丸が始動する。幹縄に接続した浮きを回収し、仕掛けにかかった針を特定していく。緊張感の中、みるみる浮きが近づくも、何やら様子がおかしい。あちこちに乱れ動く浮きの配置。海中のハエ縄は全く未知の世界だ。前方にあるはずの浮きが右舷後方にも浮遊している。複雑に浮遊する浮きの配置を読み、引き上げの方法を計算する。吉和さん、幹縄から手応えを感じる。目の前の黄色い風船がなかなか近づかない。先ほどまでなかった赤い浮きが浮上。龍平さんも助っ人に回る。二人で巻き上げる。なんと赤い浮き玉が3つに増えている。目を疑う不思議な光景。海中で一体何が起こっているのか。ようやく枝縄を一つ回収。吉和さんも手こずる引きの強さ。
竜兵さんが渾身の力で掴んだその手に束になった縄、ありえない近距離でくっついてくる浮き玉、赤玉を一つ回収できた南兄弟、枝縄同士の中間に取り付けた赤玉の回収を優先する。二つ目、三つ目、このスパンの浮きをすべて回収し、あとは力弾を伝って引き上げるの。それにしても吉和さんが苦戦するこの引きの強さ、そこへなんとまたもや赤玉が現れる。枝縄に引っ張られまだ引きずり込まれていたのだ。めったに沈まない浮き玉が次々と引きずり込まれ、もはや目印の役割を果たしていない浮きを回収。これはただものではない。無残に絡まったテグスが浮上する。その時一本のテグスがトークで動きを見せる。船の前方に移動、船底から張り出したテグスとつながり船尾方向へ周回。いつ切れてもおかしくない状況だ。船を一周し、魚影が姿を現す。マグロだ。しかし一筋縄ではいかなかった。吉和さん、途中まで引き上げた縄をここでロック。さらに絡まったテグスの処理をする。これでは巻き上げ機も使えない。南兄弟どうする。手探りで一本ずつ引き上げるしかない。ここで黄色い縄の中に一本の赤いテグス、まだ先の後半に仕掛けた赤いテグスがなぜここに。
説明がつかない波乱の状況。絡まりまくった縄を解く隙もない上にマグロの威力が凄まじい。自力で引きずり上げるしかない。そして30分に及ぶ格闘の末、ようやくその全貌が明らかになる。なんと巨大マグロ2本まとめて引っ張り上げた南兄弟。1本目に続いて連続の2本目、快挙ダブルブルーフィンツナ。推定2本で300キロ以上のマグロを自力で引き上げ、奇跡の漁獲となった。しかし揚げ卵を再開する縄がまだ絡まっている。もしやまだかかっているというのか。戦いはまだ終わっていなかった。南兄弟、休む間もなくメキメキと硬い縄を上げ続ける。1本の枝縄が走り始める。船の真下に移動。複雑に絡まった縄を解いて巻き上げ機を使いたいところだが、強力な獲物に引っ張られ思うようにいかない。
縄の糸吹けを巻き取っては絡まった枝縄を外していき、徐々にマグロとの距離を縮めていく。この度最も困難なはえ縄漁にクロマグロの凄まじい威力を思い知らされる。龍平さんが一本のテグスを捉える。兄吉和さんは絡まった方の縄を攻める。ここで束ねた縄をまとめ上げ、大玉でロックした。龍平さん側の手ぐすを巻き上げ機と連結。苦心の末、ついに目的の枝縄にたどり着く。エナーをかき乱したモサマグロといよいよ一騎打ちだ。縦横無尽に泳ぎ回る。はえ縄漁の一線を越えた格闘戦に突入だ。吉和さん、船の体勢を整える。漁船ごと引っ張るマグロ。
い。漁港にほど近い漁師たちの心の源ともなっている大間八大竜王殿にて竜神様がご開帳。西方丸縁起を担ぎ再び出漁を決行する。荒波をくぐり抜けた秘伝の漁場でブリの幼魚フクラギで大物を狙う。目まぐるしく変化する自然と対峙し、今シーズンも数々の奇跡と巡り合いマグロを釣り上げてきた南兄弟。果たして竜のごとく水を得ることはできるのか。最北の海に生きる大間漁師の申し子と強豪マグロとの死闘の戦いは続く。竜神。